そんな中、この会場にも石川佳純選手を応援するメッセージボードだったり、いろんなメッセージが届いていたと思いますけれども、今日のお客さんの雰囲気いかがでしたか？はい、本当に温かいファンの方がすごく多くて、どんな状況になってもこう温かい声援を送ってくださるので、今日はもうチームも、まあ、苦しい展開でしたし、自分自身も苦しい展開の中でこう頑張れっていう気持ちをすごく伝わって、私もなんとか最後まで諦めずに頑張ることができました。ありがとうございます。